はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、前回やりましたペットにまつわる話ですね、うん、ペットとか動物にまつわるような不思議な話を募集しておりまして、かなりたくさんいただいておりますので、そちらからご紹介していきたいと思っております。ではですね、デブ猫18さんからいただきました。我が家にも猫さんが多数いました。最後の猫さんを見取り、ものすごい喪失感を感じていた時、いつでも猫さんたちが寝に帰って来られるようにって思い、長座布団を半分に折って、いつも寝ていたところに置いて出かけていたんです。帰宅し、座布団を見ると、少し真ん中がへこんでいたんです。びっくりして身動きが取れずにいました。遠くからよく見ると、え、濡れてない？え？って近づくと、真ん中がびっしょり滴るくらい濡れていたんです。恐る恐る匂いを嗅ぎましたが、ただの水。我が家には粗相する猫さんがいました。きっとそばにいるんだと思いました。このことがきっかけでペットロスから復活できたと思います。ちなみに水が上から降ってくる状況ではない家です。ということでいただきました。まあこれだからあれですよね。猫が亡くなるときに、こう帰ってきて何か合図みたいなことをやるんじゃないかみたいなことだと思うんですけど、まあなんかこういう系の話、人間でもよくあるじゃないですか。その、亡くなった後に生前ね、使っていた、あの、椅子とか座ってるような跡があったりとかっていうね、うん、でそれの中のしょんべんというかあのおしっこをしちゃう子だったのが、うんまあ、その座布団の上でしちゃってるような感じで水が実際にあったっていうことなんで、うん、なんだろうねそれ物質として変わってる気するけど、だからもしその霊体としてしょんべんしたら水になるとかそういうことなんかな、うん、まあ匂いってでもやっぱ食うてるもんで変わるからね。うん。だから。ああ、なるほどね。うん。餌食べてないわけだから。うん、うん。いわゆる。そうそうそう。猫の尿じゃなくなったみたいな、ね。だから、その、要は赤ちゃんがさ、肉食べる前とかは全然匂いせんけれども、うん、肉食べるなって同じもん食うようになったらめちゃめちゃ臭くなるっていうじゃん。うんうん、うん。それと一緒なんじゃない？あね。まあなんかそういう、うん、ちょっとこれによってでもペットロスが、そうね。良、まあね、くなったっていうのはいいことだと思います。うん、すごいことだと思う。いい恩返しじゃないでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあトリッキーなのいきます、ね。はい。はじめまして、月読みさんですね。月読みと申します。はい。初投稿になります。読んでいただけると幸いです。スズムシというタイトルなんですけども、うん、子供の頃に旅行先でスズムシ、かっこ成虫を購入し、数週間飼育していました。うん、毎夜その音色を家で楽しんでいました、うん、当時は高台のマンションの高層階に住んでおり、セミとハトが来るくらいでほとんど虫や鳥の声が聞こえない生活でした、うん、専用の竹かごに入れ毎日餌をあげたりしながら楽しんだのですが、数週間でお別れになり学校の裏庭に埋めました、うん、竹かごが気に入った祖母がリビングの食品庫の下のデッドスペースに竹かごをきれいにしてしまっていました。そんなことをすっかり忘れた翌年、家でスズムシの鳴き声が聞こえます。外かなと家族で話をしていたのですが、セミくらいしかいない都会のマンション、と言いながら家族でみんなで去年の様子を思い出すねと話していました、そして翌年また聞こえます、去年同様数週間続いた後に聞こえなくなりました。ある夜に家族、かっこ祖父母、おじ、母、私、家に住んでいる、繁殖している、いやそんなことないよね、いや一応探そうとなり、音の出所を探すと祖母がしまったあの竹かごをしまった食品庫だと分かり、かごを何度も見るも何もいません。しばらくすると聞こえてきます。みんなで深く考えるのをやめました。そこから数年ずっとその時期になるとスズムシの鳴き声が聞こえましたが、家族も慣れていきました、実家のトップは祖母なのですが、祖母がそんなこともあるよとなり家族も納得したのですが、今考えると完全に怪異だと思います、ということでいただきました。面白い。
スズムシの霊というか、っていう感じですよね、うん、多分ね。スズムシ飼ったことあります？いやー、飼ったとまで言えるようなのはないかもな。うち飼ってたんですけど、うん、絶対違う音色と聞き間違えないですよ。スズムシはもう絶対スズムシ。スズムシ以外の音ではないんだね。聞き間違えないです、絶対にスズムシって。っていうか、都会でスズムシってそんなにいんのかな？いないよね、なかなか。いや、聞いたことない。この方が言ってる通り、うん、マンションでスズムシの音色なんて聞いた記憶ないマンションやもんな。かな、俺。ない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 。おばあちゃん家とかで、うん、昔聞いた記憶があるぐらいで、うん、ないですね、多分。いや。ってことはいないんじゃないよ、どうやって。都会に。こっち越してきてスズムシなんか一回も来たことないよ、声。岡山の方は普通にいた。普通じゃないけれども、ちっちゃい子はよう聞こえてたよ。私、売ってたし、スズムシ。へぇー。うん。ペット的な感じで。ペットっていうかな、カブトムシと一緒に売ってましたよ。普通に、そのスーパーとかに。うんうんうん。絶対に間違いない。これだから、虫ってあんまりさ、正直、ペットがあんまりないしさ、うんうんうん、霊体として、出るみたいな話はそこまで聞かないから。なんか、お墓参りしたら蝶々がおってとかあるけどね。あるけど、うん、鈴虫パターンで、しかも毎年その年になると泣き出すっていうのは、うん、結構レアかなと思って、面白いですね、これを。いい話だと思いました、ね。そうですね。すごい面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、これ僕、ずっと気になっていたやつなんで、何、読ませていただきたいと思います。はい、メルちゃんさんからメルちゃんでした。ありがとうございます。つい最近、動物対話師の方にカウンセリングしてもらったので、その時の体験談をぜひ聞いていただきたいと思い投稿しました。はい、私は犬、かっこ3歳を飼っているのですが、うん、とある事情から、この子と話ができたらいいのになぁと強く願っていました。そんなある日、普段はめったにテレビを見ないのに、たまたまつけていたところ、某都市伝説系番組が放送されており、なんとなく見ていました。すると、偶然その番組に動物対話師という職業の女性が登場。うん、実際に動物と対話をしている姿を見て、半信半疑ながらも興味を持ち、実際にカウンセリングの予約を取りました。うん、事前にペットの情報、かっこ名前、年齢、ペットの種類と写真を送るように言われたのですが、相手を試すわけではないのですが、今より少し昔の写真、本当に必要最低限の情報のみを送りました、うん、その対話師の方は対面でもカウンセリングを行っているようですが、私はズームでのカウンセリングを予約。ズーム、うん、当日の流れとしては、まず最初に事前に送った写真を通して愛犬の魂と会話して得た内容を対話師の方が私に話し、その内容が愛犬のものと6割以上合っていればカウンセリング続行、うん、合っていなければその時点でカウンセリングは終了し料金は全額返金との。面白い。対話師さんの体調やペットとの相性によってうまく対話ができないことがあるそうです、うん、私の時もまずはじめに対話師さんから愛犬との対話内容を話され、最初はまあ合ってるといえば合ってるけど当てずっぽでもいける内容だよなと軽く流しながら聞いていました、うん、しかし途中から流れが変わり、この世には本当に動物と話せる人がいるんだなと認めざるを得なくなりました、それは対話師の方から以下の言葉を言われたことです、うん、1、〇〇ちゃんと話していて一番強く伝わってきたのが、いつも通りにしてあんまり気にしないでもっと自分のことをやっていいよってことなんです、うん、2、病気体調面のことだと気にしなくていいよ、誰のせいでもないんだからと言っていました、うん、この2つの言葉を聞いて私は涙が止まらなくなりました、うん、実は私が愛犬と話したかった理由、それは愛犬が3歳という若さで末期がんと診断され、うん、余命宣告を受け、早く発見できなかったことを謝りたい、私に何かしてほしいことがあるなら何でも叶えてあげたいと思っていたからなのです。病気のことは全く情報として送っていませんし、写真も今の姿だと表情や体型から病気だと分かってしまいそうだったので、うん、元気な頃の写真を送っています。ズームでの会話中、愛犬の姿は一切映していません、うん、
病気のことはもちろん、病気により生活の中心が愛犬の介護になり、24時間付きっきりで寝ずに様子を見ていることも当てられ、驚きで鳥肌が立ちました。私はちゃんと愛犬と対話ができていると確信が持ていたので、カウンセリングを最後まで受けることに。その後の流れは、私が質問をして対話師と愛犬が会話し、その内容を私が聞くという感じです、うん、特に聞きたかった、何かしてほしいことがあるかという質問をした際、私の実家が遠方であること、愛犬も何度も一緒に行ったことがあることを当てられ、そこに行きたいと言っていると言われました。後日その言葉を信じ、愛犬を連れ帰省したのですが、それまでご飯をほとんど食べれず元気がなかったのに、実家に着いた途端ご飯をもりもり食べるようになり、見違えるように元気になって驚きました、うん、他にも夫婦喧嘩の内容なども当てられ、少し恥ずかしい場面もありました。普段こういった非科学的なことを信じない夫、私の両親もこれは信じざるを得ないと言っていました。以上が私が体験した出来事ですということでいただきました。すごい、これですよ、僕ずっと気になってたの。すごいわ、アニマルコミュニケーターを体験した方、うん、結構これね、僕もちょっとやっぱ半信半疑ではあるんですけど、うん、今もね、うん、あのなんですけど、これ聞いたら本当かもなって思える要素がまあまあありましたね。そうですね、やっぱ単純にそのヒントを与えないようにやっぱこの方も疑ってるから、ちょっとね、うん、やってるのにもかかわらずバチバチ当ててきている上、うん、ペット関係ない自分のこととか、うん、あとまあそのそれを知らなければちょっと当てずっぽで言った時は大外れしちゃうだろうなみたいなことも当ててるっていう感じだったので、これはすごいんじゃないですか、マジな話で。犬種によってさ、うん、そのまあ頭がいいとかってあったりするじゃない、うんうん、でもこのお便りにある子ってかなり頭がいいのか、どういう喧嘩してるとかさ、うんうん、その自分に対してとか実家がとかっていうことまで分かってるってことでしょ。そうだね、相当頭いいっすね。ある種だから人の言葉を結構ちゃんと理解してる可能性が高いですよ ね。だからなんかワンちゃんやからってさ、うん、舐めててさ、むちゃくちゃなこと言わん方がいいよな。そうだ、ね、ちゃんと分かってるんやっていうのは本当に人間と同じように扱わないと。あるよね、だから子供に対する感じに近いよね。うん、そうね。こんな言葉言っても分かんねえだろ意味って思って言ってると、ね、意外とちゃんと理解してるみたいなね、っていうパターンかもしれないですね。犬がググる日も遠くないな、これ。めちゃくちゃ頭いいじゃん。そうね、うん。だからさ、なんだっけ、バウリンガルってあってじゃん、はいはい、あの、おもちゃみたいなやつでさ、あの、首かなんかにつけると、言葉をこうね、読み取って発するみたいなさ。バウリンガルって言うんだ。そうそうそう、そんなのあったと思うんだけど、うんうん、言葉ワンちゃんのが分かるってこと？それ。そうそうそう。あ、すごいね、それ。結構前に。そんなんだ。あの俺はおもちゃだと思ってたんだけど、うん、じゃないっぽいよね。すごい。この感じだとね、うん、ある程度発してるんでしょうね。そう。へえ、すごいね。これはちょっと面白いな、調査したいかな。うん。すごい。面白い。はい、ありがとうございます。はい、行きます。杉萩肉さんからいただきました。ありがとうございます。以前からいろんな動画を拝見しながら、ペットにまつわる話ならあるんだけどなぁと思っていたので、うん、勇気を出してコメントをさせていただくことにいたしました。ありがとうございます。昔実家でキジトラの猫を飼っておりました。その猫は私が小学校へ通うより前に、生まれて間もないうちに我が家にやってきました。家族5人の名前を把握し、母に誰々を起こしてきて、と言われれば正しく対象者を起こしに行くとても利口な猫でした、うん、私が18の頃、実家で恥ずかしながらニートのような生活をしているある平日の昼間、肉と下の名前で呼ばれて、まあ、これ継ぎはぎ肉さんだから、あの下の名前を肉って多分表現してたけど、ね、肉と下の名前で呼ばれて、うん、何と返事をしました、うん、しかし返事をしてすぐおかしなことに気がつきました、うん、平日の昼間、家族は仕事に出ていて誰もいませんし、違和感なく耳に入り当たり前のように返事をしたその声は家族の誰の声とも違ったのです、うん、恐怖心もなく声のした方へ顔を向けると、
そこには猫が座ってゆっくりと瞬きをしながらこちらを見ていました、うん、目があって一瞬の間が空き、次に口から出たのは、いや呼び捨てかいの言葉でした、うん、以上私の体験したペットにまつわる不思議な話でした。つまりあれですね、飼っていたキジトラの猫が、うん、肉って呼んだってことなんですけど、下の名前で、そうそう、また俺で言ったら誠って呼んだってことだと思うんですけど、うんうん、だから呼び捨てだったんだっていうのがここで初めて分かったってことですね。そこじゃなくない？猫ちゃんが下の名前で呼んだってことじゃない？まあ、その、ちょっと序列が気になったんじゃないですかね、だから。呼び捨てされてんだ、猫にって思ったんじゃない？そこ違うでしょ。うん、猫喋ってるやんの方でしょ。まあまあ、それもありきだろうけどね。すごいね、でもね。だからさ、でもさっきと一緒でさ、その、猫の中で、こいつにはさん付けするとか決まってるかもしれない。あ、でも猫はつけるって言うもんね、きちっと猫犬はね。頭いいから。やっぱ上に立ちたがる性質あるからな、多分、うん。お母さんはすごい上に見てるけど、お父さんは下みたいになってするじゃない、ね、うん、ちゃんと言うこと聞かないもん、ね、そうそう。舐めてるやつ。うん、やつ、ね、言うことね、うん。そういう意味では、これも、なんか、ね、あれでしょ？ニートやってたわけでしょ？うん。それは呼び捨てされるわな。分かってたね。これ働いとらんて、うん。うん。っていうことだと思います。面白い。はい。という感じで、ペットとか、動物にまつわる不思議な話、まだまだ結構大量にいただいているんで、またいいのがあればちょっと紹介しようかなと思っております、はい、引き続き募集しております。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。